各馬ゲートインスタートしました。先行争いです。横に各馬がずらっと並んで、内からは4番のアドミラルシップ、間からは6番の新エンペラー、さらには11番の湘南ラプンタなども先行体制。ここで6番の新エンペラームルザバエフが一気に先頭、花を切りに行きます。後ろは3馬身、先頭は6番の新エンペラー、凱旋門賞馬そっと刺すの弟になります。2番手は15番のウィン・マキシマム、その後方2番のベラキタプトルに、外目追走4番のアドミラルシップ、11番の湘南ラプンタ、さらには13番のレガレイヤ、大外16番のセンチュリモンドです。内からは3番のアンモシエラ、7番のティンエースワン、8番のインザモーメント、5番のサンライズジパングです。大外には14番のホルトパージ、10番のシリウスコルト、その後ろは3頭、1番のボンバネカーブーズ、18番のミスター GT など、ここで第3コーナー入っていきますが、後ろを一気に離し、現在4馬身のリード、6番の新エンペラー、2番手が15番のウィン・マキシモムだが、さあ1番のボンバネカーブーズはまだ後方です。ここで直線に入ります。先頭は6番の新エンペラーが先頭、後ろを一気に離していくが、最内から強い足だ、1番のゴンバネカーブース、まるで翼が生えたような、先頭は1番のゴンバネカーブース、外から13番のレガレイヤ強襲、1番のゴンバネカーブース、1着でゴールイン、ブリック&ボルタルの血がうなる。